皆さんこんにちは、そうです。今回はブランド転売のリサーチ方法について実際に画面を見せながらこういうふうにやっていくんですよっていうのをお見せしようかなと、そういう動画をお届けしようと思っております。よろしくお願いします。で、今回お教えさせていただくのはヤフコのストアで仕入れてメルカリで転売するっていうことを仮定してどういうふうに考えてどういうふうに動いていくのかっていうのをやります。でですね、初めて動画を見た方もいらっしゃると思うのでちょっと補足をしますと、なぜストアから仕入れるのかっていう話なんですけれども、ブランド品を仕入れる上で大きなリスクとなるのは偽物を仕入れてしまって意図せず偽物を販売してしまってそれが犯罪行為になるというところなので、そこのリスクっていったものをヘッジする必要っていうのがあるんですね。そのリスクを排除する必要っていうのがあります。で、そのやる方法が一番簡単な方法っていったものが2つありまして、1つ目がこのストアから仕入れるっていうやり方なんですね。で、もう一つは古物市場から仕入れるっていうやり方で、厳密にはそのストアや古物市場から仕入れたものの中でも偽物って確かにあるじゃんっていう、そういう揚げ取りみたいなこと言ってくる人いるかもしれないですけど、確かにあるかもしれないのですが、個人から買うと比べたらその比率っていったものはもう比較にならないほどマネージされてますし、もう無視できるレベルの発生率だっていうふうに感じているので、まあ、ここでは考えません。なのでそのストアから仕入れっていうのがすごい重要であります。で、あとですね、まあ、この動画見てる方の中で、古物商っていうその資格を持ってない方は、中古品を仕入れる場合はね、古物商っていう資格が必要になりますので、その取得をするようにしましょう。で、その取得の方法わからなければ、僕のサイトに掲載してますので、まあ、古物商っていうふうに検索していただければ出てくると思うので、僕のサイトで一回そのね、記事を探してみてみるっていうのをやってみてください。で、まあ、ここに書いたんですけど、販路は今回メルカリで売るっていうことを前提に考えて解説をやっていくんですけど、ヤフオクで買ってヤフオクで売るっていうこともできますし、古物商を持ってる方はね、古物市場に出入りっていうのができるので、まあ、ヤフオクで買って古物市場に出すっていうのができるんですよね。で、結構これが個人的におすすめなんですが、まあ、古物商をまだ持ってなかったりとか古物市場に登録されてないっていう方の方が多いと思うので、まあ、今回は言及しません。ちょっと頭の片隅にある程度その慣れてきて相場感が身についてきて中級者ぐらいになってきたらこういったところにもチャレンジするとより大きな期待値取れるんだよぐらいに覚えておいてくれれば OK で、ここから作業の解説やっていきたいんですけど、やることっていうのはシンプルでございまして、ブランドを決めてそのブランドのラインですね、例えばグッチって決めてグッチの財布っていう風に決めると、でそのグッチの財布だったらこれぐらいで、そのグッチの財布の中にもいろんなラインっていうのがあるのでそれを覚えてしまうっていうことですね。で、いくらぐらいで買ったら利益が出るのかってところを頭に入れて、それをアラート登録っていうのをするんですね。で、その条件で来て OK だったらもうひたすら買い付けっていうのをやると、そうすると、まあ、利益が出るラインで確実に仕込んでるわけですから負けませんよっていうところで、じゃあちょっと今グッチ財布っていう話をしたんで、グッチの財布っていうところで話していこうと思うんですけど、まずはですね、メルカリに行って売り切れっていったものを出していただいて、ここを新しい順に変えてください。直近の値動きっていったものが最も信憑性があるので、で、利益を出したいので価格を1万円以上にします。単価低いのいらないんで、で、例えばこの真ん中にですね、緑と赤のラインが入っていて、このラウンドファスナーって呼ばれるようなものですね、これも出してすぐ売れちゃってるんですけど、まあ、1日経たないで売れてますね。で、これを調べていきたいんですけど、で、グッチの財布の場合はですね、こういう横のとこにその型番の数字が入ってるんで、それが記載されてるといいんですけど、この人はあれですね、そういうのを書かないで、おそらく個人のあれですね、まだ始めたばっかの方なんで、ちょっとこれは事例としては微妙なんですが、まあ、せっかく開いたんで、ちょっとこれでグッチで、こういうですね、チャックがついて、こう、周りをこう閉じることができる形のことをラウンドファスナーっていうことができるので、まあ、このラウンドファスナーっていうのを入れて、で、まあ、これも一個一個覚えていけばいいと思うんですけど、多分シェリーってやつだと思うんですよね。シェリーっていうと、この真ん中にこの緑と赤のやつがあって、これ結構グッチを象徴するカラーだったりするので、まあ、非常に人気があるんですよね。で、まあ、1万8000円で売ってるんですけど、多分これ普通に転売できますね。個人から買っちゃってるんで厳密には NG なんですけどね。で、見ていくと、もう今1個利益商品見つけたの分かります、僕が。で、これですね、2個目。で、まあ、状態がいいやつも一応参考程度にね。で、これはちょっと色違いかもしれないんだけど、一応相場を拡張するために入れてみます。で、まあ、今ざっくり見てるんですけど、まあ、割と頻繁に来ているんじゃないのかなっていう印象ですね。これいつだ ?8 月に来て、次が4月に来て、6月。まあ、月に1個来るか来ないかっていう感じですね。なんでまあ、アラートをしておいて。で、これは色は違ったね。これも色が違うね。ここ
こう緑のやつが高く売れるんで、これは同じじゃないのかな。ここそう、さっき言ったのはここですね。ここにこういう数字が入ってあるんで、この数字入れれば正確な相場が取れます。で、なんかちょっとさっき見たのと違うな。これは GG になったらダメだね。で、この GG になってるのは、ここにこういうなんか GG のマークが入ってるとよりいいってことですね。で、結構このデカロゴっていう風に呼ばれるんですけど、このロゴが入ってザ・ブランドみたいのが売れます。売れやすいですメルカリっていうのはやっぱ分かりやすいものが売れるんで。で、ちょっと僕の見方が悪くて、これに関しては結論から言うとないですね。ちょっとこのシェリーっていうのを削ってみます。 GG が入ってて真ん中がシェリーになってるっていうのを今探してます。で、これはさっきと一緒ですよね。GG になってないんでダメじゃないんですけど、1万8000では狙えないです。 GG になっててシェリー、 GG になっててシェリーっていうのを探していくんだけど、これともまた違うんだよな。今回エンボスって浮き彫り加工になってるやつなんで、これはこれちょっと違うんですよね。ちょっと気になるんで、ちょっとこれもメモしておきます。で、また掘っていきます。で、僕の感想ですけど、多分これ個人の人が出してたんで相場よりもすごく安く落とされちゃったんじゃないかなっていう印象がします。分かんないですけど、僕の感覚だと3万円台から4万円で出しても売れたんじゃないのかなっていう印象がします。それぐらい引きの強いポテンシャルのあるデザインです。これちょっとこれデザイン厳密には違うんですけど、これに近しいものが5万5000とかで売れてるんで、本来であればこれぐらいで出してもいけたっていうところが、その新規アカウントでその購入先も分かりませんと。で、よく分からない個人の人だったから、あんまり伸びずにああいう値段で売れたのかなっていう分析です、僕の今の見立てはね。で、これもあれですね、ちょっと例としてなかなか出てこないんで、ちょっともうしばらく見て見つからないようであれば切ります。別の商品を見ていきます。で、最初はこんな感じで、なんだろう、その知識がないのでなかなかその同じものを見つけられなかったりとか、かなり効率が悪いんですけど、やっていくにつれてどん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 その覚えていきますね。今も僕すごいざっくりやったんですけど、このシェリーで GG マークでそのデカロゴっていう条件が揃ってたら高くなるんだなっていうのは、なんとなくこのもう相場感としてすでに入ってきてるので、まあ、2回目やるときっていうのはもっと早くなりますよね。で、これもちょっと違うんですよね。バンブーっていうやつで、ちょっと持つところのふさふさがついてるやつでちょっとデザインが違うと。はい。で、次のページ行ってなかったらもう切ります、これ。まあ、皆さんはやるときはもうちょっと丁寧に掘っていった方がいいと思うんですけど、ヤフオクで仕入れられる商品ってなくなるんで。で、最初はやっぱりこのメジャーどころのね、そのグッチーでありますとか、ヴィトンでありますとか、そういう分かりやすいものが皆さんお世話になると思うので、まあ、財布とかね、単価も安いんで、仕入れ単価も安いんで、2万円以下、3万円以下とかで買えるものが大半になってくるんで、覚えていく人っていうのが多くなるんじゃないかなっていうふうに思います。で、大体こういうところで覚えたものっていうものが、結局その GG ラインとかデカロゴっていう概念がバックに移動した時も全く同じで、バックでもやっぱりそういうものが入ってるものっていうのが高く売れるので、まあ、財布で基礎を作って、まあ、1ヶ月ぐらいやってもうすぐ覚えると思うんで、その2ヶ月目にバックとか移行していけば、まあ、すぐに20万30万っていうのは射程に入ってくるかなっていう感じです。もちろん資金量次第ですけどね、資金があるっていう前提ですけど、資金をちゃんと増やす努力っていうのをすれば2、30万っていうのは誰でも作れますから、その2、30万を2倍にする3倍にするっていうのをやっていけば、月に30万っていうのは、まあ、ちょろいかなと。しっかり努力して正しいノウハウで、我流でやらずにちゃんとノウハウを学んで取り組めばいくかなっていう感じです。で、ちょっと見つからないんでごめんなさい、これ切ります。で、次いきます。ですね、この特徴的な、まあ、これも個人の人が売ってるっすけど、もう1日で売れてるっすよね。23日の21時でも15分ぐらいで売れてるっすね。なんでこのヘビ、このヘビっていうのも、もう現行の機種ではないんですけど人気があるので、まあ、スネークの2つ折りですね。男性が買うと思うんですけれども人気あるんで、で、スネークのですね、もうこの写真も1枚しかない超絶やる気ない感じなんですが、おそらくですけどこれじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。なんで、まあ、そうですね、もうちょっと見てみましょうか。で、21,890 ですよね。で、27,000 ですよね。で、22,000 ですよね。おそらく同じですよね。で、色地でもっと濃淡なこの黒字が強いものっていうのもあると。で、これはちょっと状態悪いのでリペアが必要になります。まず
型崩れしてるので、この型崩れを直すっていうのをやらなきゃいけないですし、この端っこのところ色落ちてるんで直さなければいけない。で、内部はそんなに悪くないんですが、この破れとか特に見られないというので、型崩れを整えてあげて、ここがもう多分お尻のポケットに男性とかって入れるんですけど、そこで型崩れしちゃってますね。おそらく前のオーナーは男性で、この角のところは破れてるんで、ここをコバ補修っていうのをやってっていう感じですね。なので次にやることとしましては、これ儲かる商品である可能性ってのは高いですよね。グッチスネーク財布でもうちょっとレイヤーを落としてラインを絞り込むっていうのをやります。で、売り切りにして、スネークのレンジがいくらぐらいで動いてるのかっていうのを見てるんですけど、割と状態がいいものが、小銭入れはさっきのは小銭入れありですね。小銭入れありとなしっていうのがあると。で、これは小銭入れありで、まあ状態がもうちょっと良くて2万4000ですね。で、値動きを直近にすると、まあ、これは何でしょうね、すごい適当だったんですけど、たまたま欲しい人がいたんですかね。2万2000円ぐらいで買えてるのもあるので、で、まあ、販売状況としてはこの競合の数を空間認知するっていうのも結構大事で、メルカリで売る場合はね、安い人っていうのはやっぱ2万3000円出してて、まあ型崩れしてるっすよね。これ型崩れしてて写真超絶下手ですけど、まあ出してますと。なんかね、汚いんですよね、これ。多分クリーニングしたらね、もっとこの GG もね、これ多分塩ビだと思うんで、綺麗になると思うんですよね。だいいね18なってて、コメント入ってないと。で、まあ、2週間ぐらい売れてない。なるほど。っていうところで、もう一回売り切れに戻りましょうか。2万円台前半ぐらいではいってるので、2万2000、ここは型崩れで1万9800ですよね。だから究極簡易的なリペアして、さっき言ったリペア多分全部やって20分30分かかってこないと思うので、そんなに大変ではないと思うんですよね。で、同じぐらいの状態だと仮定して19800円、約2万と仮定しますよね。売りました。 TSD は9日に出して12日なので3日です。で、2万円の 10% 手数料で抜かれて1万8000入金です。で、おそらく一番安いそのポスト便みたいなやつがあると思うんですけど、猫ポストみたいな。それで送れるんで、送料2、300円でいきます。ってなると、2万引く2000円で、まあ、1万8000円で、そこからまあ、多めにとって300円なんで、1万7300ぐらい入金ですね。で、さっきこれで買えてたっていうふうに仮定すると、送料520円なんで、約1万6000円。なので、まあ、2,3000円、利益率 10% 弱ぐらい出るっていう感じだけど、それやる価値ないじゃんみたいなこと言ってくる人いるかもしれないですけど、結構僕はありなんじゃないかなっていうふうに思ってまして、それなんでかっていうと、こういう値段で出すと割と瞬獄殺で売れるってことですね。型崩れしててもこれ磨いてないですからね、この人多分、はい、磨いたらもっと綺麗になるんで、こういうのもっと綺麗に、このG の生地とかが洗面で、こういうところがちょっと黒ずんでるような気がするんで、もうちょっと綺麗にできると思うんですよね。そうすると、まあ3日ぐらいで売れて3000円ぐらいなんで、で、まあ利益率は 10% 弱なんで、中古としてはしょっぱいって思うかもしれませんが、まあありかなと。で、この購入先っていうのも、これストアですよね。ストアじゃないのか。あ、ストアじゃないのか、これ。ストアじゃない。あ、すみません、この人はストアじゃなかったですね。ストアじゃないので、ちょっとすみません、これは嘘つきましたね。これは微妙でしたね。はい、微妙でした。で、じゃあ次、これ。これね、ほら、セカストのヤフオク。型崩れしてて2万ぐらいですけど、型崩れの度合いもさっきと比べるともうちょっといいと。で、写真が、照明の当て方が下手くそなんで、この値段になってるんですけど、じゃあもうちょっと前提条件変えて、まあ、2つ折りですよね。で、ヘビですよね。で、スネークですよね。で、まあ、この値段で出ちゃうと正直ギリギリ赤なんで、ここで来るときついんですが、これ僕の見立てですけど、おそらくこの2万5000から2万8000のレンジで出したら、すぐ行くんじゃないかなっていう感じなんですよ。で、それをちょっと明確にするために見たいんですけど、まずこれが TSD としては、1日弱で売れてますと。で、次2万7000の時どれぐらいで売れてるのかって話なんですけど、これも8月23の10日なので、まあ写真は悪くないですけどね、もうちょっと光の
ブライトネスの値をこういじって明るさを調整できるんですけど、画像編集ソフトとかでもちょっとやればいい感じかな。ちょっと写真がいまいちですね、素人臭いですね。で、これ26,800で24,000のを見ときましょうか。で、これも8月8日に出して19日、おおむね10日ぐらいですね。おおむね10日ぐらいで、これもなんかちょっと写真が素人臭いというか、まあ、であとあれですね、ここが内跡をついちゃってるんで、ちょっとあれですね、状態としては微妙ですと。こういうところで、まあ、もうちょっとこれを超える水準を出すことっていうのは、可能かなっていう印象ですね。26,800円。これもさっきと同じ人ですかね。さっきなんか絨毯の人いましたよね。さっきの絨毯の人と同じかなっていう印象ですけどね。さっきの絨毯の人どこ行った？あ、一緒か。うん。これが8月8日、10日ですと。で、これが、これも10日ぐらいですと。で、これが、10日。うん。だから、おおむね10日ぐらいで25,000のレンジから2万円台後半ぐらいで出せば売れるっていうふうに考えられるんで、で送料770円で、21,890 足すことの790ですか。まあ、その住んでる地域によってまた前後しますけどね。まあ、僕が住んでるところでこれ仕入れたっていう形で22,600なんで、じゃあ、ここで24,000で売れた場合っていうのは逆ザヤですね。で、24,000、これも逆ザヤ。26,800、これでギリギリ利益出るか出ないかぐらいかって感じですね。はい。なんで、ちょっとこの商品は微妙かなっていう感じですね。はい。こんな感じでどんどん掘っていきます。はい。次はどれを見ますかね。普段グッチやらないで、なんかあんまりちょっとしょっぱい感じになってますけどね。まあ、せっかく選んだんで、やっていきたいと思います。で、僕が扱ったことがいくつかあるのが、ちょっとあったんで、まあ、それを解説しようかな。ですね。まずこれなんですけど、このマーモントっていう、さっきのそのシェリーとはまた別のラインで、で、これが16日に出して23日なんで1週間ぐらいかかってますと。で、まあ写真は結構いい感じですね。で、状態もまあ普通って感じですね。じゃあこの今度マーモントがいくらで仕入れられるのかっていうのを掘ってみます。まあ、こんな感じでその単語とかも意味不明だと思うんですが、一個一個、あ、こうやったらこういうのマーモントって言うんだみたいな感じで。バーモントじゃないですからね。バーモントは美味しいですけど、これはマーモントなんで、利益商品として美味しいか美味しくないかっていうのをこれから見ていきます。はい。で、3万円で売れてるんですが、ちょっとここね、よく見ていただくと、擦れてるんですよね。はい。なんで、その、状態としては、やや傷や汚れあるですね。これちょっともったっすね。これトラブルになんないかなって心配です。で、これなんですけど、これストアじゃないかな。このストアじゃないですね。あとこれ、ワンチャンリカラーしてるっぽいですね。リカラーっていうのは元々の色のものを染め替えて別の色に変えることを指すんですが、ちょっとこれはですね、あ、やってますね。リカラーしてますね。これ法的にね、OK なのか違法なのかっていうのは難しいところなんですよね。なのでちょっとですね、これストアに変えます。まあ、リカラーすればその2万円で仕込んで、まあ、こういう値段で売るっていうことも射程に入ってくるんですけど、これ法的に OK なのか NG なのかって結構意見分かれてるんで、僕はあんまり表立っておすすめっていうのはやってないんですね。で、ちょっともう一回、もうちょっと掘っていきたいんですけど、マーモントでストアで32,450。で、これとかね、これね、ちょっと2ヶ月ぐらい前なんですけど、来てますね。で、箱ついてます。ちょっとここがバナナみたいになっちゃってるけど、まあ、状態としては同等ですよね。で、送料入れても2万円なんで、なんか説明がめちゃくちゃ雑ですけどね、表面の毛羽立ち、レザー部分の隠せる金色のメッキ剥がれ、まあ、メッキ剥がれとかは直せるんで、うん、そうですね、これは買いだと思いますね。ストアがやってますし、古物商持ってる人がちゃんと売ってるん で、でこれで買った場合っていうのは2万円仕込みの3万売りのリペアはしてもいいし、しなくてもいいんですね。まあ、金剥げてるとか言ってるんですけど、そんなにキンキンしてるものではないので、うん、まあ、そうですね、革クリームとかでちょっと色を補色したりとか、ツヤを補ってあげて、まあ、革の栄養剤与えてあげて、で、まあ、ここのファスナーのところをクレ556で、まあ、滑り良くしてあげてぐらいですね、僕がやるとしたらね。まあ、あとその金具のところを汚れ落としがあるんで、それで落とすっていう感じですね。それで、まあ、1週間で売れて利益1万とかになるんで、リペアはしてるんですけど、そんなにガチリペアじゃない。おそらく5分から10分以下で終わるリペアで、この
で売れると。で、まあ、開発力も悪くないですよね。もう食いついてきてるんで、まあ、こうやって煽ってですね、ゲリラセールとかなんかって、まあ、こういうやり方もありです。まあ、どういうやり方でやるのかって個人のね、あの性格とかもあるんでお任せするんですが、はい、そういう感じで、まずこう1個見つかりました。で、まあ、こんな感じでですね、ブランドごと、ラインごと、ね、財布といっても、そのシェリーとか、マーモントね、美味しそうな名前でしたけれども、まあ、そういうのとかいろいろありましたよね。それを一個一個覚えていって、じゃあマーモントだったらストアアカウントから買いますってなった時に、2万円以下あるいは2万円前後だったら OK だったってことですよね。なんでそのアラートを作っておいて、まあ、こういう時は勝てないんですけれども、もしその2万円以下で買いそうな時が来たら戦っていくというところでね、あんまり来ないんだけどたまに来るっていうところで、そのたまに来た瞬間の波動を取るっていうのをやっていきます。で、こういうのをもう本当に一つ一つやっていくだけですね。この蜂っていうのもグッチを象徴する柄なんですけど、ちょっとこれやって終わりにしようと思います。まあもう一緒なんですけどね、基本ね。で、ストアですよね。ストアにして、これの中に入ってるのかな、入ってないですね。これはまあゴミを山にしただけですね。でストアで、出てるのはちょっとなかったですね。すべてにしてみましょうか。ちょっと説明しやすくするためにね。で今回ちょっと僕はあの古物市場さんからね、ちょっと言われてるっていうのもあって、その古物市場さんで調べた映像っていうのをお見せすることができないんですけど、規約で禁止されてるらしいんでね。ただ古物市場入ってる方は古物市場の相場も調べるっていうのをやってみてください。でこれ個人になっちゃうんですけど、22,800ですね。でこれいくらでしたっけ、31,000とかなんで、ここの心眼のリスクをもし取れる場合っていうものは、仕入れても利益は出たってことですね。まあ、個人なんであんまりおすすめしないですけど、ここでちゃんと領収書とか発行してくれたりとか、投資番号とか発行してくれるってなったら大丈夫なんで、ちょっとね、もう手でベタベタ触っちゃってますけどね。まあ一応利益は出たですねっていう感じなんで、まあ、流れとしては本当これをもうひたすら繰り返していくだけです。でリピアに関しては、そのリピアの技術っていうものを手に入れることによって、まあ、価格差といったものを大きく引き上げることができるんですよね。ブランド品っていうのは、その S ランク、A ランク、B ランク、C ランクっていう風に下がっていくんですけど、まあ、リペアを施すことによって、例えばその D ランクのものを B ランクと同等にしたりとか、C ランクのものを AB ランクにすることができたりとか、そういう風に価格、価値を動かすことができるので、価値が上がればその相場で売ることっていうのができるので、価値が低いランクのものを価値が低いランクの相場で買って、リペアをして価値が高いランクの相場のものまで価値を引き上げて売るっていう。それを繰り返せば利益が出るっていうのはリペアになるので、まあ、これをやっていくってことですね。なんで、まあ、ブランドごとラインごとに、今回はグッチっていうところで、財布っていうところで、まあ、それぞれのラインを3つ紹介しましたね。シェリーとマーモントと、あとハチさんですね。その3つ紹介したんですけど、まあ、それを覚えてしまうってことですね。で、勝てるラインを覚えたらアラートですね。その3つ今覚えたんで、3つそれぞれいくらだったら勝てるのかっていうところを覚えて、でそれが来たらひたすら買い付けてやる。で、販路は今回、まあ、メルカリで売るっていうことを考えたんですけど、ヤフオクで買ってヤフオクで売るっていうのも全然可能なんですよね。同じものでもやはりこういうふうにいろいろ動きがあるっていうことが分かりましたし、写真が下手だったりだとか、まあ、リペアをしてるしてないとかで、売れる売れないとかっていうのがあるっていうのが分かったと思うので、まあ、そういったところもやっていけますし、古物市場でもし高く取引されてるっていうのがですね、入会すると相場見れるようになりますから、そこで見て格差が発生してるってなったら、まあ、ヤフオクのストアで買ったものを古物市場で流すだけでも全然利益っていうのが出ます。はい。で、僕は実際そういったところもいろいろやりながら収益を上げてます。はい。っていうところでね、まあ、今回は参考になるかちょっと不安なんですが、グッチっていう財布でリペア、ないしはその簡易リペアでヤフオクストアから購入してメルカリに転売するというところで、ブランド転売のリサーチってどういうふうにやってんのっていうところを少しね、お見せしたので、参考にしていただいて、まあ、ぜひね、あなたの転売に取り入れていただければというふうに思っております。では、今回失礼します。ありがとうございました。